はい、皆さんこんにちは。長距離レースはジョッキーの腕が結構大切だとよく言われていますけれど、今年の阪神3000でもそれはそうなのかもしれません。こちらはですね、過去10年の阪神大賞典の、勝利ジョッキーなんですが、その日の平場のレースを見てみると、2015年の岩田ジョッキー以外はみんなその日の平場で1勝以上を挙げているということがありましたので、あれ、今日このジョッキー乗れてないなと、1回も勝ててないやんけっていうジョッキーは一旦立ち止まって、もう一回検討してみてもいいのかもしれません。ということで、今週ちょっと訳あって投稿が遅くなりました。菊花賞ウィーク1本目の動画になります。今週も精一杯頑張っていきます。バイトの A 君です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ここ5年では平場で2勝しているジョッキーが、阪神大賞典で勝利をすると、いうことが続いていまして、菊花賞で見ても、ぴったり2勝とまでいかなくても、最低1勝しているジョッキーが、勝ててるということになっていますので、当日ジョッキーがそれぞれどれくらい乗れているのかっていうのは、一応気にしてみておくといいのかもしれないですね。はい。さて、今回はですね、枠順確定後に急浮上の馬ということで、具体的には7枠8枠のこちらの馬たちが、勝ち負けできるのか、すなわち連帯できるのかっていうことをバシッとお伝えする企画になっています。はい。もう連帯するのかしないのか、もう白黒はっきりつける動画になっているので、もう外れた時のことを考えると震えが止まらないんですけれど、ヒリヒリしてこそ人生なので、今回のこの僕の説を皆さんに聞いてほしいなって思っています。今年は7枠8枠に結構な人気馬が入りましたので、もうバシッとお伝えしますよ。はい。では、歴史に残る神回にしたいと思います。どうぞ!さあ、ということで、7枠8枠のこちらの馬たちが、連帯できるのかということなんですが、まず大前提としてこちらをちょっと見てみてください。こちらはですね、福永ジョッキー、福永先生の、言葉なんですけれど、阪神3000メートルは、スタートしてからコーナーまでが短いので、外枠の方が不利だと。基本的にはスタートしてから最初のコーナーまでの距離が短いと、外枠は不利な傾向にあるということを、言ってるんですね。カンテレさんが出してる教えて福永先生の天皇賞春の会で、まさしく阪神 3000m を例に挙げて、この言葉を言ってるんですけれど、外枠は内枠より不利なんですって。でその理由っていうのは最初のコーナーまでが短いからだと僕らに教えてくれました。で、これを踏まえてもらってこっからなんですが、そうは言っても例えば阪神 3000m、阪神大賞典でも外枠が全部勝ち負けできていないかっていうとそうではないわけですよね。ちゃんと連帯できてる外枠の馬も中にはいるわけです。じゃあその外枠の馬でも連帯できてる馬と連帯できなかった馬との間には一体どんな違いがあるのかと、どんな線引きがあるのかということをその福永先生の言葉を参考にちょっと考えてみました。はい。なんでこういうオカルトになったかは後ほど説明するとして、阪神3000メートルで外枠の馬は、出走頭数の後ろから数えて4番手以内でレースを進めていて、かつ重賞馬券内経験があり、過去に阪神2000メートルでこのような条件を経験したことがある馬ならば、連帯できるというものです。3つのフィルターがあって、これを全部くぐり抜けられれば、連帯できるということなんですが、言われてるだけではピンとこないと思うので、もう証拠を見せながら説明していきます。同じ舞台の阪神大賞典をサンプルにしているんですが、2021年、今年はですね、7枠8枠の馬がこんな感じの着順だったんですが、ユーキャンスマイルのみ馬券になれました。ユーキャンスマイルとその他連帯できなかった馬とを比べてみると、まず第一に、後ろから数えて4番手以内にいたかどうかっていう違いがあります。今年は出走頭数が13頭だったので、13、12、11、10頭目まででレースを進めていた馬なので、ユーキャンスマイルとダンスディライトだけがこの条件を満たすのかな。で、これをくぐり抜けた2頭には第2のフィルターにかけられる権利が与えられまして、重賞馬券内経験があるかどうかを見てあげると。ユーキャンスマイルは新潟記念、ダンスディライトはなしということで、ユーキャンスマイルのみ第2のフィルターも通りました。第3のフィルターは、阪神2000メートルで4コーナーの通過順位が3コーナーの通過順位より1頭以上前に進んでいて、上がり3位以内で3着以内に入った経験があるのかというものです。ユーキャンスマイルには、自身の未勝利戦にてそれがありますので、見事にこちらもクリアということで、連帯できたということなんです。はい。フィルターのかけ方はわかりましたかね?よし。
2020年7枠8枠の馬はこんな感じになりまして、着順はそれぞれこんな感じでした。それぞれの通過順位を見てみると、2番手4番手1番手と位置取りを取りに行った馬っていうのは、福永先生が言っていたようにスタートしてからコーナーまでが短いから余計に足を使ってしまったのか、軒並み大きく負けているんです。2019年7枠8枠の馬はこんな感じになりまして、着順はそれぞれこんな感じでした。出走頭数11頭のうち、後ろから数えて4番手以内のシャケトラ、アドマイヤ A 館、ホルコバードが第2フィルターにかけられます。シャケトラは日経賞、アドマイヤ A 館はステイヤーズステークス、ホルコバードはなしということで、こちらの2頭が最終フィルターにかけられます。最後のフィルターは、阪神 2000m でこの経験をしているかということなんですが、シャケトラは自身の未勝利戦でその経験がありますけれど、アドマイヤ A 館はなんとこの経験が1回もないんですね。はい、今出してると思うんですけれど、もう正真正銘1回もないんですね。全部のフィルターを通ったシャケトラは1着、最後にダメだったアドマイヤ A 館は、連帯できずということでした。2018年7枠8枠の馬はこんな感じになりまして、着順はこんな感じだったんですが、やっぱりクリンチャーは最初のコーナーまでが短いのに、スタートで位置取りを取りに行ったのがまずかったんですかね。最後の一押しが足らずに単勝1倍台も3着止まりでした。後方待機で最初に余計な足を使わなかったアルバートですが、ステイヤーズステークス1着も阪神2000でその経験がなかったんですよね。なので最後勝負どころでこちら10番手から一つしか順位を上げられずに、最後連帯まで届かなかったということになっています。阪神2000でこの条件を加えた理由っていうのが、これも実は福永先生の言葉でして、阪神の内回りは後ろに過ぎると最後届かなくなると。なので、3コーナーから4コーナーにかけて、後ろでレースを進めている馬っていうのは位置取りを上げていく必要があると、これも天皇賞春の解説動画で喋っていたんですが、でもその位置取りを上げられる馬っていうのは限られていると。途中で上げていっても、もう一回折り合いのつく馬やコーナーでも動かせる自在性のある馬っていうのが、それとコーナーでまくることができると、これは秋華賞の動画でも、ユーバーレーベンとかを例にとって話していたんですけれど、言っていました。であるならば、この特性がある馬っていうのを、僕らは何とかして探さなくちゃいけないわけなんですけれど、それっていうのは阪神2000でこの条件を経験した馬っていうのが、まさにその特性を持った馬だということになるんではないかなって思ってるわけです。阪神2000っていう舞台は、同じ、こう内回りで、スタートしてすぐにこちらもコーナーがあるわけなので、距離は全然違いますけれど、似たような特性が問われるかなって思っています。でそんなコースの中で、4コーナーでの位置取りが3コーナーでの位置取りよりも1頭でも前に進んでいたら、それは一つまくっていると、内回りの阪神でまくった経験だということで、それは阪神内回りで大切な後ろの馬をまくる必要があるっていうことを実現できる特性の裏付けだと、さっきの福永先生の言葉から思うわけです。なので、この条件を加えました。はい、福永先生ありがとうございます。はい、すいません。確かにアルバートは阪神2000でそういう経験が一度もないんですよね。なのでそういう阪神の小回りでは器用じゃなくて上がっていけなかったのか、そうやってコーナーで足を使っちゃうと最後の直線で鈍っちゃうタイプなのか、理由は分かりませんけれど、9番手にいたのにもかかわらず1個しか位置取りを上げられずに、最後届かなかったということなんですよね。1、2着馬は、本当に似たような位置取りで4頭分まくっていますから、そうやって上がっていけるかの差っていうのが如実に出たかなって思っています。2016年7枠8枠の馬はこんな感じで、着順はこんな感じでした。やっぱりこの年も外枠ながらも先行している馬っていうのは、重賞連帯実績があったとしても最後の一押しに泣いていまして、サイモンド・ルナーレ、ストロベリーキングに関しましては、そもそも重賞馬券内実績もないんですが、阪神2000でそういう経験がなくて、もう位置取りを全然上げられていないんですよね。なので、連帯にまでは及ばなかったということなんです。サイモンド・ルナーレについてはもうまくる経験がそもそも他の競馬場を含めてほとんどないんですよね。常に最後の直線まで動かないみたいな競馬をしている馬なんですけれど、他の競馬場ではそれでもいいのかも分かりませんが、阪神内回りではそれではダメだということなので、最後の直線だけでは連帯できずということでした。ストロベリーキングも阪神2000で連帯経験はあるんですけれど、位置取りは上げられていないんですよね。
まあ、これっていうのは、まあ、器用さがないからなのか、まあ、それをやると持ち味がそがれるからなのか、まあ、そのどちらなのかはちょっとわからないですけれど、その特性はないということで、最後にシュバルグランにはついていけずに届かずということだったんです。まあ、重賞馬券で実績がないんでね、まあ、そもそも G2 のスタミナに、まあ、最後はついていけなかった可能性もあるんですけれど、はい。まあ、重賞3着以内のフィルターを入れてるのは、まあ、それが大きな理由ですね。で、2015年、7枠8枠の馬がこんな感じで、着順はこんな感じでした。外枠なので、最初に足を無理に使わなかったゴールドシップが、しっかり足を貯められて、有馬記念1着の実績が、G2 レベルのスタミナ戦にもついていけて、ラジオ日経阪神2000のこちらの経験が、3コーナー4コーナーでのまくり上げを可能にし、外枠でもしっかり勝てたのかなと思っています。2014年はこんな感じでした。後方待機で競馬をしていたヒットザターゲットはね、まあ重賞勝利の経験もあって、まあかなりいい感じに見えるんですが、なんと、阪神2000で例の条件をクリアしていないんですよね。唯一阪神2000でこういう経験があるんですが、やっぱりまくれていないんですよ。もうずっと同じ位置取りで直線を迎えているんですよね。まあ何かしらそれができない問題があると思うんですけれど、やっぱり本番も9番手にいながらも一つしか順位を上げられずに、まあ5着までという結果だったんです。まあ同じ外枠のアドマイヤラクティは、コバの1000万クラスの時に、まあそういう経験をしていて、まあそれがやっぱり良かったんですかね。阪神大賞典では5番手にいながらも、まあ2つ位置取りをまくるということができて、勝ち負けできたんです。まあ、1個位置取りを上げてる上げてないの違いで、まあ、ただのオカルトの線引きに過ぎないんですが、まあ、されど1個の差なのかなといったところなんです。2013年、2011年、2010年、2008年ということで、阪神競馬場馬場改修以降の15年間で、ほとんどの馬が、まあ、このルールで連帯するしないを振り分けられるんです。先に例外を紹介しておきます。この15年間で、57頭、7枠8枠の馬がいたんですが、57分の53頭がこのルールで振り分けられます。つまり、まあ、4頭がこのルールで振り分けられない馬たちになるんですけれど、その馬たちの名前も最後に紹介していきます。100% データ研究家の僕としては、まあ、例外が出てしまうっていうのは非常にまあ悔しいんですけれど、まあ、でもですね、そんなに落ち込むこともないような例外の馬たちになっています。紹介していきますと、まず1頭目は最初に飛ばしました2017年、ワンアンドンリーなんですが、彼は後ろから数えてちょうど5番目を追走してまして、で、日本ダービーを勝利してまして、阪神でその経験もあったんですが、まあ、7着と、連帯できるはずだったのに、まあ、7着と負けてしまったんです。なので、まあ、この馬は、まあ、例外に当たるわけなんですけれど、ワンアンドンリーはね、この頃から競馬をやっている人には説明不要だと思うんですが、まあ、ちょっとね、コバになってから勢いをなくしてしまったというか、こう全盛期のような走りっていうのが、なんか精神的なものなのか、できなくなってしまった馬なんですよね。まあずっと負けが続くっていう、異様なスランプに陥った馬なんですよね。なので、まあこのオカルトの限りではなかったなといったところなんです。はい。これがまず1投目ですね。で、続いては2012年。伝説の阪神大賞典ですね。オルフェーブルです。まあ、世紀の第一走があってね、それでも2着に来た馬なんですけれど、このオカルト通りに行きますと、オルフェーブルは阪神2000でその経験がなかったので、最後はまくれずに届かないというオチになるはずだったんですけれど、まあさすが凱旋門賞2着馬ですよ。そのオカルトを跳ねのけて、まあ、2着まで好走するというね、ことになりました。はい。まあ例外となります。まあでもね、最終コーナーの第一走はこのオカルトの観点から言うと、上がっていけないはずの馬が上がっていくと、まあ、こうなるぞっていうね、こう、競馬の理屈からもそう見えるし、神のいたずら的にも、まあ、いたずらされたと見えるし、なんか非常に面白いレースだったなって、個人的には思っています。で、あとは2009年、東海エリートですね。こちらはオカルト的には、連帯できるはずだったんですが、まあ、体調が少し悪かったのか、まあ、連帯できずということでした。まあ、10秒近く負けるっていう結構な大差負けだったので、まあ、少し体調的な部分があったのかなといったところで、こちらも例外です。で、ラスト1頭については、2007年アイポッパーですね。僕のルール的には、アイポッパーは連帯できないはずだったんですよね。道中4番手ということで、最後は失速して3着までがやっとかなというところだったんですけれど、1着でした。まあ、この馬については、
阪神大商店4年中3回で連帯してるっていうね、もうマジで阪神大商店の鬼だったので、まあ歴代で見てもトップクラスの阪神3000校舎に、まあこのオカルトも崩れたのかなといったところでした。はい、こちらも例外です。ということで、57分の53頭がこのルールの下で、まあ、連帯するしないを振り分けられるということなんですよね。しかも例外は結構ちゃんとした例外かもということで、まあ、すごく信頼できる考え方なんではないかと思っています。93% かな、 93% の馬がまあしっかり振り分けられて、まあ 7% の例外が、まあ、この15年間では出てしまったということになるんですが、まあ数字的に見ても、まあ、かなり立派な数字かなって、もう僕はもう大満足です。はい、もう限りなくそれは例外でしょって言えるような馬たちが例外で、でそれも4頭しかいないわけですから、まあかなり真っ当なデータかなって思っています。はい、まあこのデータのすごいすごくないの判断はね、あのコメント欄で皆さんの判断を仰ぐとして、じゃあ今年の出走馬はどうなのかということを考えていきますと、今年7枠8枠に入った馬っていうのはアリーボ、ステラベローチェ、バイスメテオール、グラティアス、ビクティファルス、オーソクレースということになりました。まあなかなかの有力馬が2頭入りまして、今回のこのオカルトがかなり役立ちそうなわけですけれど、まずまあどういう位置取りになりそうなのかっていう話は置いときまして、重賞で馬券になった馬っていうのが、こちらの5頭になります。でところがですよ、阪神2000でその条件を経験した馬っていうのがゼロなんですよね。なのでまあ今回このデータの結論としては、今年の7枠8枠の馬っていうのは、レン絡みの馬券からは切った方がいいんではないかということなんです。まあ結構な人気馬たちを切れるわけなので、まあ本当にこの通りになったら結構美味しいんですけれど、でもどうですかね？まあオカルトではあるんですけれど、まあ今年って阪神なのに18頭立てでやるわけなので、相当外枠の不利っていうのはありそうなので、例えば大外の大速レースなんてどういうレースをするんですかね？重賞レースではね、まあ、全部先行しているわけですけれど、まあ、そういう乗り方を今回の阪神でやったら最初に相当足を使うでしょうから、まあ多分ある程度控えていって、まあその中で、まあ、インに入れるようなポジションっていうのを探していくと思うんですけれど、そうした時に後ろからでは届きませんから、3コーナー4コーナーでペースアップをする必要が出てくると思うんですけれど、それができる裏付けっていうのは今のところはないっていうところなんですよね。はい。で、ステラベローチも同じです。まあこの馬は自然と後ろからになりそうなんですけれど、まあ同じように外を回って上がっていける裏付けっていうのは今のところはないんですよね。なのでまあ勝ち負けはきつい枠に入ったのかなといった印象です。でまあビクティファルスはね、阪神1008なんですけれど、その経験がありまして、まあ阪神はスムーズに上がっていきそうな感じなので、外枠ならこの馬ならありそうかなって思える印象です。ということで、まあ、かなり穴っぽい2頭がね、外枠からは浮上してきたんですけれど、まあ、こういう判断にしてみるのも、まあ、いいんではないかと、僕は思っています。はい。で、まあ、一個気になる点としては、コバの阪神大賞典と3歳の菊花賞を、まあ、同じにするのはちょっとどうなのかなっていう意見もあるとは思うんですけれど、まあ、重賞馬券内経験っていうのは、この菊花賞でも同じように大事になってくると思いますし、阪神2000の経験もね、阪神大賞典のメンバーも、ほとんどが2歳の時に経験してることなので、まあ、この3歳制の戦いでも、まあ、適用しても、まあ、そんなにダメとは思えないんですよね。それに条件は変わるんですけれど、同じ阪神3000の平場のレースでも全てこのルールが当てはまりましたので、過去に2回かな、嵐山ステークスと万葉ステークスかが、阪神3000で1994年にあったんですけれど、どちらもこのルールで連帯するしないを振り分けられたので、クラスが違ってもある程度機能してくれる法則なのかなって思えています。はい。なので、まあ、これが今年の菊花賞でも使えるのかというところを、まあ、一つの楽しみにして、週末のレースを楽しんでいただければなと思っています。はい。ということで、僕からは以上になります。今回も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。では、明日の最終結論が菊花賞の最後の動画ですね。また明日の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。